どれでも1枚お好きなカードを選んでください。それではその表に大きくサインをお願いします。今サインしまったカードをデッキのトップに乗せて一度カットしていきます。もう一度カットしていきましょう。それでは今から指先の感覚で今サインしまったカードを探してみます。おそらくこのカードだと思いますけども、これでしたよね。違います。え、違います。あ、ハートの6ではなかったですね。で、こういう時はこの黒いアクリルケースを使います。このケースの中に今のカードを入れてちょっと手を出してもらいますか。おまじないをかけると今選んでもらったカードに変わります。